ルース・スチュワート、ルース・スチュワート、1916年隊は、アメリカのソプラノカッシュ。フロリダ州ジャックソンビル出身。1937年に、フロリダ農業工科大学を卒業し、ジョージア州、キングスランドの公立学校で教職に就いた。ほどなく、バージニア州のハンプトン大学の奨学金、給費券究員となり、1943年に、修士号を終えた後は、 ニューヨークのコロンバス大学で研究を続けた。ニューヨーク滞在中は、ハリー・ロバート・ウィルソン、ロザリー・ミラー、ソロン・アルベルティの各紙に声楽を学び、エベレットリーの指揮するグレース組合協会のコンサートのソリストとして、しばしば登場した。1945年から1951年まで歌手として全米ツアーを観光し、1949年には、 ニューヨークオペラカンパニーでのウィリアム・グラント・スティルの災いの島の初演に参加した。1951年にはフルブライト奨学金を得てローマ聖チェチーリア音楽院に留学しマリー・テレサ・ペディコーニの訓導を受けた。1954年にテキサス・サザン大学のグリー・クラブのディレクターになる傍らで大学でのオペラワークショップを立ち上げた。主な弟子にフェイ・ロビンソン等がいる。 ありがとうございます。